エデッサ博国は古代史上及び初期キリスト教史上よく知られたエデッサの町の周囲に建国された12世紀の十字軍国家の一つ。エデッサ博国は海に接しておらず、陸に閉ざされていることが他の十字軍国家と異なっている。また他の十字軍国家から遠く、その最も近い隣人、アンティオキア公国とは仲が良くなかった。また、首都、 エデッサを含め国の半分がユーフラテス側の東にあるため他の十字軍国家よりも相当東に位置していた。ユーフラテスの西の部分はセルジューク朝に対する前哨である重要な拠点としテルバシールから統治されていた。グーローニュのボードアンが1 9 9 8年2月にエデッサに入場する場面。アルメニア人の聖職者がコンスタンティノポリスの保護下からの解放を祝い、 出迎えている。ジョゼフ・ニコラ・ロベール・フルーリー第1回十字軍の際、ブローニュのボードアンは、アンティオキアとエルサレムへ向かう十字軍本体を離れ、まず南のキリキアへ、その後、東のエデッサへ向かった。1098年、エデッサにたどり着いたボードアンは統治者ソロスと会談し、セルジューク朝の武将たちをはじめとする、中力形勢力から町を守る部隊になってほしいという。 ソロスに対し、自らを、養子、後継者と認めさせることに成功した。ソロスは、アルメニア人ではあったがギリシャ正教系の、正教会信徒の統治者であったため、非、カルケドン派である、アルメニア首都教会を報ずる、アルメニア人の住民からは、嫌悪されていた。養子になる儀式の数日後、市民の暴動によってソロスは命を落としたが、ボードゥアンがこの暴動に対しどういう役割を、 果たしたかは不明である。ともあれ、ボードアンは、エデッサの統治者の座につき、白爵になったことを宣言した。ここに、最初の十字軍国家である、エデッサ伯領が成立した。1100年、エルサレム陥落後も、王とならず、その支配者たる、聖墳墓の守護者に任ぜられていた彼の二位ゴドフロアド、ブイヨンが死んだ時、ボードアンは、エルサレムに入り、エルサレム王ボードアン一世になり、 エルサレム王国を建国した。エデッサ博国は彼のいとこのボード案に引き継がれた。その後1118年、1101年の十字軍で中東に到着してユーフラティス川沿いのテルバシールの領主をしていたジョスランが伯爵位を引き継いだ。西洋人の君主は近隣のアルメニア人の君主たちと良好な関係を形成した。また、頻繁に偉人士間の結婚を行った。 特に最初の三人の伯爵はすべてアルメニア人と結婚した。初代ボードゥアンの妻が1097年に死ぬと、彼はキリキア王国の王家の君主コンスタンティン一世の孫娘、アルダと結婚した。ボードゥアン二世はマラティアの町の領主、ガブリエルの娘モーフィアと三代目のジョスラン一世はコンスタンティン一世の娘と結婚した。ボードゥアン二世は 間もなく来たシリア及び小アジア情勢に関係するようになった。彼は1103年に小アジア中央部のトュルク系ダニシュメンド町から彼の捕虜となったアンティオキアコーボエモン一世を身の白金で救出するのを支援し、アンティオキア公国と共に1104年にキリキアで東ローマ帝国を攻撃した。1104年の終わりにアンティオキア公国に協力して、 シリア北部のハルラーンを制圧し、セルジューク朝の分裂にジョージ・モーセルやバグガードへ通ずる道を抑えたが、モーセルやマルデンのムスリム軍連合に乾杯し、ボードアン2世もジョスランも捕虜となった。二人が1108年に身の代金を払い救出されるまで、アンティオキア公国の折衝、タンクレードがエデッサの折衝も行っていた。しかし、 タンクレードが一時戦いに敗れたため、ボードアン2世は都市の統治を回復するために努力しなければならなかった。ボードアンはムスリムの地方政権のいくつかと同盟しなければならなかった。1110年にはユーフラテスの東方の領地がすべてモースルの領主、マウュードに奪われた。しかし他のムスリム君主による攻撃の場合と同様、 マウデュードも十字軍駆逐よりは、自分の勢力の強化により深い関心があったため、エデッサ自体に対する攻撃はこれに続かなかった。エルサレム王になっていたボードゥアン一世が1118年に死んだ時、ボードゥアン二世は、エルサレムに移り、エルサレム王ボードアン二世になった。ボードゥアン一世の兄のブローニュ吐ウスタシュが、エデッサ吐の第一位の継承者であったが、彼は遠く、フランスにいて、 エデッサの伯爵位を望まなかったため、エデッサ伯爵位は1119年に、常実のジョスランに与えられた。エデッサ伯ジョスラン一世は、ユーフラテスの岸辺で1122年に、アレッポの地方政権ある特徴のあたべく、バラクに破れ捕虜となった。憂慮したエルサレム王ボーダン二世は彼を救出しようとユーフラテスに来たが、彼もまたバラクに捕らえられてしまった。 エルサレム王国はその王が留守になる危機に直面した。しかし、ジョスランは1123年に逃げて、翌年、バラクの後を継いだティムルタシが安易にも、ボードアン2世を釈放した。ジョスランは1131年に、戦いで殺されたため、彼の息子ジョスラン2世が白国を後継した。しかし、この時までに、ムスリムの兄弟なアタベク、ザンギーは、アレッポ及び、 モースルを結合して支配しており、エデッサを脅かし始めた。その間、ジョスラン2世は、東ローマ帝国の皇帝ヨハネス2世、コムネノスのシリア遠征に付き合わされたが、結局この遠征は、ザンギーの離換策によって中止された。ジョスラン2世は、ザンギーの脅威が高まる間、自国の安全に注意をほとんど払わず、救援を拒むトリポリ白国と抗論を続けていた。 1144年の段階で、同じ十字軍国家である、アンティオキア公国やトリポリ白国とは構想で、仲が悪く、強大な国である東ローマ帝国や、エルサレム王国は、ヨハネス2世コムネノスや古く王が亡くなったばかりで、安定しておらず、頼れる国がどこにもなかったので、増大する、ザンギーの勢力に抵抗するため、近隣のディアルバクルの、ある特徴の領主からアスラーンと連合した。 1144年の秋、ジョスラン2世は、全軍と共に、カラースラーンと合流し、エデッサの西のテルバーシルまで略奪戦に出かけた。これを聞いた、ザンギーはすぐさまエデッサ行為戦を開始し、町の北の地の門のそばに陣を張った。町は庶民ばかりで、軍隊はおらず、司教たちが指揮を取ることになった。司教らは、キリスト教徒のアルメニア人は、 ザンギーに降伏しないだろうと期待していた。エデッサは難攻不落の城塞であり市民は防衛に奮戦したが、誰も工場戦の経験がなく、城塞の守り方や守るべき要所を知らず、公兵が城壁下にトンネルを掘り始めてもなす術がなかった。度重なる急戦協定は、エデッサ側の拒否で失敗に終わり、ザンギーは町の北の城壁の土台を取り除き、 材木で支えて、油や洋を一杯煮詰め、12月24日、ついに火を放った。油は燃やがり城壁は崩れ落ち、残儀の軍が侵入して城郭に逃げられなかった、人々を虐殺した。城郭は、被災の過失から固くしまっており、殺到した群衆がパニックに陥り、被災も含む5000人以上が圧死した。 ザンギーは殺戮の中止命令を出して、キリスト教徒の代表と話し合い、12月26日外は、ザンギーに明け渡された。アルメニア人やアラブ人のキリスト教徒は解放されたが、西洋人を待っていた運命は過酷だった。持っていた財宝は没収され、貴族や司祭たちは衣服を剥がれて、鎖につながれ、アレッポへと送られ、職人たちは囚人として、 各職種別に働かされ、残り100人ほどは処刑された。ジョスラン2世は、自らの首都が失われる間、遠く、テルバーシールに留まったままであった。ジョスラン2世は、テルバシールで、ユーフラテスの西側の領土を、かろうじて支配し続け、エデッサ回復のため市内の残存勢力と連絡を、とりあえず努力した。彼は、ザンギーが1146年9月に休止したのを、 受け、すぐさま、エデッサを回復したが、ザンギーの息子ヌールッティーンの攻撃により11月には、エデッサを、再び放棄した。部下の多くが殺され、ジョスラン2世は過労じて逃げ延びた。1150年に彼は、ヌールッティーンに捕らえられ、1159年に死ぬまで、ヌールッティーンの拠点であるアレッポで旅修にされた、ままだった。ジョスラン2世の死後、 彼の妻と家族はすぐさまテルバシールや残された、白国領土を東ローマ皇帝マヌエル一世コムネノスに切り売りし、エルサレム王国へと去ったが、テルバシールは1159年のうちにヌールティーンとルームセルジューク朝に奪われた。エデッサは最初に獲得した十字軍国家であり、最初に失われた十字軍国家ともなった。エデッサは領域の点から見れば、 十字軍国家の中で最大級のものだった。しかし人口から見れば最小の国の一つだった。エデッサの町自体は約1万人の住民が住んでいたが、白国の残りはほとんどわずかな農村と要塞からなっていた。国土は西はアンティオキア公国国境から東はユーフラティスを横切ってさらに東に伸びていたが、それが大体最大領域だった。 また、北の方へはしばしば領土をアルメニア人の住んでいた領域まで伸ばしていた。南はアレッポ、東は、もうすると、ジャジーラ地方という強力なムスリム都市軍に隣接していた。住民はほとんどシリアのギリシャ正教系の正教会、シリア正教会、そしてアルメニア人教会のキリスト教徒で、ギリシャ正教やイスラム教の信者も、いくら変えた。 西洋人の数は常に少ないままだったが、カトリックの教会が一つあり、この都市の陥落は第2回十字軍に結びついた。ありがとうございます。